念願の決勝戦に駒を進めてきました古豪の佐賀学園です。どちらが全国への切符を手にするんでしょうか。さあここでボールを持ちました。右サイドに流れているのは10番の赤崎ですが、そこにパスは出ません。一旦後ろに下げる江頭から右サイド流れているのは10番の赤崎。ここにフォローの選手が来るか。スローインボールをすぐに入れます。2番の前山一旦後ろに下げる。ここにいるのは江頭のロングシュート。おー素晴らしい。加点を上げることができるか佐賀東高校。そしてここまで懸命の守備を見せている佐賀学園高校。ボールのところには7番の黒川、そして10番の赤崎もいます。12番左足の得意の松山、壁の中央に選手が入っている。シュート打った。10番2年生の高松、右サイド流れていったのは石木。10番の赤崎のシュート、ゴールマウスの左。まだこの決勝では取り残っていない赤崎、ここでホイッスル。第88回全国高校サッカー選手権大会佐賀大会の決勝は2対0、